これは今月の海洋環境保全推進月間に合わせて宮崎海上保安部が行ったもので、日南市の大堂津小学校の3、4年生18人が参加しました。児童たちはまず2つの班に分かれて大堂津海水浴場に漂着しているゴミを拾いました。何これ、組み立てじゃん。この後、拾い集めたゴミを分類してカードにまとめ、漂着しているゴミの多くが分解されにくいプラスチックゴミであることを学び、海の豊かさを守るために自分たちでできることを考えていました。マイクロプラスチックって体に悪い化学物質ってのがいっぱい入ってで、この悪い化学物質を生き物が食べてしまうと体内にですね、それが残るんです。生き物が幸せな暮らしができるように拾っていました。自分で捨てずにお家に持って帰って捨てようと思いました。ペットボトルとかスチロール、そういうのプラがなんかいっぱい拾えていいと思いました。綺麗な海になるといいです。今回まとめた調査データは海洋問題の解決に取り組む環境 NGO の寺院に報告されることになっています。寺院によりますと、2020年に全国の海で回収したゴミのうち、硬質プラスチックの破片がおよそ半分を占めているほか、コロナ禍ではマスクのゴミが増えたということです。